で1917年創業で今年で103年目を迎えている日本の機械靴メーカーのコンセプトはですね、トラッドシューズ、ハルタのこのローファーが代表作になっています。ライフスタイルのカジュアル化に対応して定番のスタイルを少しアレンジした商品になっています。カジュアル向けのアウトソールにトラッドシューズの組み合わせというところが進化した一つのポイントになっています。今後やっぱり靴の本場であるヨーロッパであったりアメリカであったり日本のハルタから世界のハルタというところを目指していきたいなというふうに思っています。そのためにグローバルスタンダードの基準に合わせた靴作りであったり品質基準であったりファッション性というものも高次元で維持していきたいなというふうに思っております。